1点差に詰め寄りました。西田と三浦篤郎同時に2人を一気に変えてきた樋口監督、流れを変えて同点に追いつきたい横浜吉。もう強い、抜けた、まだ持ってる、徳田のシュート、決まった、今季2ゴール目。後半の13分に並ぶかというところ、まあ、ボールを持たない攻撃ですけども、くさびが入った時に斜め後方ですね、先ほども言いましたようにパスもドリブルもできるという状況を作るという、やっぱり高田のボールのないサポートの攻撃が非常にもここです。見てください、くさびが入ってポンと斜め後方に突くことによって落としてパスを生かしていく、 そのことがこのまたパスを生かそうとしてシュート、やっぱりこういう状況を作られるとディフェンダーはパスなのかドリブルなのか、これ迷うんですよ。そうですね、今スロー VTR ですが、僕らのゴールで放送席、放送席、本日のヒーロー、ザスパクサツ4番ディフェンダー田中潤選手です。ありがとうございました。今のお気持ちはいかがでしょうか。いやー、でもセットプレーで2点取られているという部分ではディフェンスからしてはちょっと悔しいですけど、ホームで本当連勝できて本当嬉しいです。なかなか点が取れない中、見事な先制ゴールとなりましたが、ゴールシーン振り返ってみていかがですか。前半は我慢する時間が本当多くて、で練習してた通りセットプレーで1点取れたんですごい良かったです。田中選手自身も2点目となりますが、やそれは周りの人たちのおかげだと思ってるんで、僕だけの点じゃないです、はい。手応えというのはどのように感じていらっしゃいますか。やっぱり3点目取ってからあの場面3-1で終わらなきゃいけない部分があると思うんで、まだまだ課題がいっぱいあると思うんですけど、まあ、これからまだまだ始まったばっかなんで、これを続けていければいいと思います。では最後にサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。今日もたくさんの人たちが来てくださっているんで、本当勝ててよかったです。これからもこういう厳しい試合が続くと思うんですけど、皆さんの応援が本当力になるんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは4番ディフェンダー田中潤選手でした。ありがとうございました。